と「ラビリンス」という曲はちょっと昔の世代、今でいうクラブ、昔でいうディスコみたいなところで流れてるような曲を、イメージしてまして、皆さんノリノリで踊れるんじゃないかっていうぐらい雰囲気を、出しました。でこちらは僕が初めて作曲して YouTube にアップしたものなんですけど、ぜひですねちょっとリリースされたら聴き比べてどう変わったかなっていうのを皆さんなりにちょっと聴いていただきたいなっていうふうに思ってます。自分でレコーディングした時とちょっと物が違いすぎて、これ曲同じ人作ったんかなっていうレベルの仕上がりでちょっとびっくりしてます。僕がなんなら弾いてる時じゃなくて、普通になんかあこんな感じに仕上がったらいいなみたいな感じで妄想してる時のやつがもろ今日できたみたいな感じでした。津軽三味線というか日本の伝統音楽の新時代だなっていう風な捉え方をしていただければいいかなとは思ってます。